はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ニューロトラックシミュレーター2、ライブ配信始めていきたいと思います。プロジェクトジャパン編ですね、やっていきたいと思います。前回はソフトがクラッシュしたりとか なかなかうまくいかなかったんですが、今回はどうでしょうね。近畿地方の面が多いってこともないのか。北陸まあまあある。四国は宮城の関東で、今回増えた九州、それから湾岸エリアですね。湾岸エリアも一部しか行ってないからな。結構川崎とか横浜を大黒行きたいんだよね。で、前回どこまで行ったっけ？前回はここがそのあれなんだよな。トラックなんだけど、外部契約ってなんだ？ああ、ネットワーク機能か。カーゴマーケット、トレーラーを購入する必要があります。コンボイセッション関係ないか。尼崎だったよな、前回。お、大ごろに行けますね。行ってみましょう。トラック用ホイールを扱う仕事ですね。これをちょっと乗せていきましょう。ベースの目的地として設定ってなんだ？ん？何？え？何？それでは出発します。あれ？
何何何、いや違う違う、仕事でクイックジョブ。尼崎トラック用ホイールでこれ引き受ける、これを引き受けたいだけなんだよな。ん？何これ？出発します。出口はどこだ？違う。こちらないな。ルートを再検索しています。ここからこう行って右に曲がればいい。ここから出るんだよな。出た。物流通センターがあります。ルートを再検索しています。何が通行ですね。左車線です。その後、左の出口です。左の出口です。これ40キロ制限だからな。行ってみましょう。さあ、どうなる？左車線です。ん？左車線だから。だよな。あれ？何だったんだ。左車線です。その後左方向です。左方向です。まだ青だな。この先に港がある神戸港かな。としてはこのドライバーか、どうしてもやっぱり範囲が狭いから、この
どっちかの視点が良いみたいだな。そっか。174号線を通る。左方向です。神戸港に向かいます。これですね。大黒だけど、まあ、行く方向としては有明しかないな。フェリーに乗ります。トラックホイール。あ、雨降り出してきた。右車線です。その後右方向です。右方向です。こうか。トンネルを出たところと合流するんだ。行けばいいのかな。東京国際クルーズターミナル。右車線です。その後右方向です。だから右はないかな。右方向です。
まだ雨降ってますね。左車線です。その後左方向です。左は誰もないんで大丈夫。左方向です。右車線です。高速道路誰か、これ一般の方に入っちゃったみたいだ。入れんね。トラックがしかし多いな。トンネルに入ります。最高時速70キロ。これはまっすぐでいいんだよな。東名中央道の方向、つまりあれだ、都心環状線みたいな、都心環状線っていうか、なんだ、C2 中央環状線みたいな感じかな。で、湾岸線を通っていくような感じになりますね。こんな感じで。左側、新幹線が見えます。危ない危ない、今押し潰しちゃうとこだったな。こんな感じです。直進だよな。間違ってる。こっちか。まだ雨降ってますね。お、飛行機も飛んでます。あ、と思ったな。うん。一車線だった。ライダートンネル、これ地下のトンネルですかね。ないな。なんか浮いてる。
神奈川県に入ってきました。これ多摩川渡ってますね。お、あれ終わった。細見するといけません。これどっちだ。え、まっすぐだよな。すぐで良さそうですね。道が本当に狭いよね。カーブも多いし、取り締まり道路らしい。スピード違反も。左車線で左方向。左方向です。ここは曲がるのか。危ない。40キロが最大速度なんだ、これ。左車線です。その後、左の出口です。すごいな、雨の降り方が。
大丈夫やね。あ、大丈夫。直進です。直進、出口の方ですね。パーキングエリアじゃなくて。遅れ。あ、稲光が。あれ？落ちる？あ、落ちた。なんで？おかしい。また落ちた。一応チェックするべきは、その概要欄に、コンフィグシス、コンフィグシスってどこだ？設定ファイル。急に落ちる、ゲーム内のグラフィック設定を下げてみる。グラフィックのドライバーを更新する。コンフィグ指数見てみよう。コンフィグ指数はどこにあるんだ、コンフィグ指数はドキュメントか。ドキュメント、ドキュメント、ニューロトラックシミュレーター2。この中にコンフィグシスがあるんだけど、1の、設定いじったはずなんだよな。1箇所だけじゃダメ。2箇所変更。まず、US、デベロッパーっていうとこがある。純不動なんだな、これ。USR G あ、
と、デベロッパーあった。これが0になってるか場合は、1に変更しろと。ではコンソールモード、通常のプレイゲームプレイにあるしにって確認できる、ゲーム事故起こすできる、だってコンソール画面の出し方をやりたいんじゃなくて、デベロッパーじゃなくて、USSR、バッファーだ。バッファーページ。バッファーページサイズが、デフォルトは、あれ、ここ変わったと思うんだけど。なんでだ。一応バックアップ取っとこう。これ、ひょっとしたら、バージョンアップによって巻き戻しちゃう可能性があるんで、バックアップ取っときます。プロジェクトジャパンの方へ。バックアップ。デフォルトで下がっちゃうんだよな。ちょっと一度、落とします。セーブだけしとこう。一度終了します。で、もう一度立ち上げ直す。一応、その状態でバッファーの設定を確認してみます。最初から不安定だったからな。
で、バッファーサイズ、ページサイズが元戻っちゃってるやん。え、なんで？これ立ち上がると初期化しちゃうんかな？まあいいや、一度、この状態でセーブだけしとこう。出発します。左車線です。その後、左の出口です。左の出口です。ここでは落ちなかったな。ダメか、いや。ここまではうまくいってるよな。まだ雨降ってる。何これ？また落ちた。ああ、問題はなさそうだが。もう一度立ち上げ直す。ちょっと待ってよ。三つ折り専用に変更しよう。そしたら勝手に設定が変わっちゃってるかもしれないしね。なんで立ち上がったらデフォルト戻るんだ？なんだこれ？ 100 人乗っても大丈夫ってやつですね。ここで、落として、一応大丈夫そうだな、40のままだ。デフォルト10なんですが、いつもこれは40にしてます。さっきなんで10に戻っちゃった？安全運転を心がけましょう。左車線です。その後、左の出口です。左の出口です。
ちょっと不安定だな。そうそう、落ちる場所だな。あ、落ちない。今回落ちなかった。左車線です。その後左方向、これで行けるのかな。左方向です。アルファベットで書いてますね。左車線です。その後左方向です。左方向です。ちょっと待った、ここか。目的地に到着しました。大丈夫だよな。スキップ。よかった。ちょっと荷物が傷ついたような気はするんだけど、レベル上がりましたね。あ、まだか、まだか、まだだ。クレイジーマネージャー、アップグレードするにはどのぐらいのお金がいるかって言ったら、まだまだ全然足りない。400万だからな、今所持金が、口座残高が。全然足りないよね。ちょっと待ってね。これで一応置き換わってないかどうかチェック。大丈夫っぽいな。タイムスタンプ的には置き換わってないからいけるはず。次行きますので少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、次の仕事を受けます。今回大黒だったよな。大黒からどこに行けんのか。関西圏ばっかりだな。でも、お、松山っていうとこに行けるんだ。行ってみるか。米17トン。じゃあこれで行ってみるか。トヨタ輸送なんていうのもある。これを引き受けます。松山モレンジャします。え、出口ってどこだ？裏側に行かないとダメなんだ。だよな。こっからは出れないから、反対側に行かねばならない。対岸に行かなければいけない。これか。左方向です。と見せかけてと逃げ行きます。ルートを再検索しています。え？あ、これ下を通るのか。これは通れない。なんだここ。新しいルートを検索します。U ターンしてください。新しいルートを検索しています。U ターンしてください。新しいルートを検索します。U ターンしてください。ルートを再検索しています。あれ？出口はないのか。じゃあ出ましょう。危ない危ない。検索しています。U ターンしてください。なるほど。どうだ、ぶつかるかな。ぶつからないね。よしよしよし。
方向です。もう一回左か。左方向です。もう一回左へ行く。高速？ETC の方を閉じましょう、今度こそ。なんか不安定だよな。右車線です。その後、右の出口です。右の出口を通れとなってますね。これか。雨やんだ？警察があるが、来てくれた。
京に戻ってきた。右車線です。その後、左方向です。右車線から左方向。左方向です。ん？左車線や。トンネルかな？東京湾トンネル、東京港トンネル。だよな、こっちだよな。まだ通れないんだ、こっちの区間は。右方向です。そうだよね。左車線です。その後、左方向です。左方向です。車線でいいはず。
なんかやっぱりバッファー上げてるけど不安定なままだな。赤になりそうだな、向こうは。メリウトに向かっていきます。左車線です。左の出口です。すぐヘリーだ。あれ？OK。因島が、因島しか選択肢がないだろうな。新しいルートを検索します。行こう。行ってない。因島南。わ、すごいな、景色が綺麗。橋を渡る。これ瀬戸田っていうところか。ここの先に橋があるね。
三重県に入った。今治だな。これトンネルを通ってから今治なのか。左方向です。左へ行けって言ってますね。それでいいのか。右でも良いのよ。左方向です。新しいルートを検索します。なんだ、道が変わった。なんかループ橋があるね。対向車に気をつけないと。ここはまだ通ったことない道かもね。だいぶトンネルの長さが長い。ようやくトンネルから出てきたが。なんだろう。
これ U ターンしないといけないけど。左方向です。その後右方向です。新しいルートを検索しています。ホテルだ。U ターンしてください。なんかルートを再検索しています。神社がある。結局元に戻らないといけないのか、これ。中に入る裏道の方法はないのか。結局右方向です。
スだ。松山行くんだろう。あ、一応八幡浜熊野高原町松山ってなってるから方角としては合ってるのか。あ、合ってんだこれ、ひょっとしたら。12キロだ。右側は海だ。あ、危ない危ない。赤結構前に出てきたよな。この先右方向です。右方向です。その後右方向です。コンビニ？スーパーだな、これ。完全に終わらせてしまおう。かかってる？
っかかってる。内輪差が。目に行けるやろ。オッケー。これでレベルが上がりましたね。さあ、これで捕獲貨物適用するかな。これより先あなたは50周進で所有するためにトレーナーを購入してアップグレードしたり変化することができますか。こんな感じでようやく長かったな。人材派遣会社もある。これ無理だろう。スロットがないからな。まだまだガレージマネージャーにお金がないんだよな。自分しか稼げないからな。アップグレード費がまだ2600万いるに対してそんなに稼げてないから、今後稼げる方法を模索するしかないよね。一応なるほど、こうなってて、あと因島からどうやって行ってたのか。やっぱりこう来て普通にまっすぐ行くとここでこう行くから遠回りになっちゃうんだな。なるほどね。こっちのルートも通らないとダメだろうな。その方が得かもしれない。さあ次、松山からのルートだと何が待ってるか。ここしかないのか。一番稼げるのがチョコレート徳島行きですね。それでは出発します。出口はあっちか。
これは右だよな。右方向です。ボルボのトラックディーラー発見。左車線です。その後左方向です。左車線です。その後左方向です。左方向です。まっすぐ進めないってことぽいな。なんでここに信号があるのか謎だけどな。ならば左車線です。その後左方向です。左方向です。まあ夜ばっかりだな。昼間が全然ない。今回は。危ない。よく待つ。
当に暗いな。車線です。そこの左の出口です。左の出口です。なんだろう、ここシビック、初代シビックじゃないか。本当に照明が暗いなあ。あ、忘れてた。だいぶだから将来の拡張の余地を残してるっていう感じはあるな。なんか、もしかしたら。
という間に徳島県吉野川じゃないかな、多分。昔よりなんか、ここ最初に運転した時ってめちゃくちゃ狭い道路に見えたけど、今はそうでもないから、だいぶ運転慣れてきてる感じはするよな。対向車線はね、ある。曲がってくんな。ここが一番狭いんだよな。一回トンネルが大坂なってるからすっごい左車線です。その後左方向です。
車線です。左車線です。その後、左方向です。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 絶対止まらないとダメなのかこれ。です。この先、左方向です。左方向です。
先右方向です。いいか。右方向です。お疲れ様でした。どうだろう。あ、ダメか。曲がっちゃう。いった。でもまだまだ遠いな。レベルは今回5には上がったけど。一応融資もできることはできるんだよな。でもこの辺の融資になるからな、さすがに払いきれない。経験値ボーナスもあるんだけどな、東京医の方が絶対いい。報酬アップと経験値アップを得られるからな。ジャストインタイム。うわー、微妙だな。まあ、最大 30% だけど。燃費向上するだけで収入が上がるわけじゃないからな。あんまりこれは意味がないよな。たくさんラジオも用意されている。まあ日本のラジオが一応ないんだよな。
一応ミュージックプレイヤーもある。あ、音楽を置くことで再生することは可能ということで。キャリアの歩みを見てみるか。じゃあ圧倒的必要、非常に良いなんだけどな。数十万しか稼げてないからな、まだまだ。登録いただいた方ありがとうございます。できるんだっけ？本当できるんだ。なるほど。はい、ということで。ここまでとなります。ありがとうございました。見ていただいて。今回の配信、ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。そして、アーカイブ2日後、10日21時頃に YouTube にアップロード予定です。YouTube でもチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。My YouTube チャンネル please アカウントフォロー and チャットコメント please。はい、そして旧ツイッター X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ユーロトラックシミュレーター2プロジェクトジャパン編お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。